球目逆方向に打って、あっとうまく取ったというべきなのかどうなのか、ライトが目に入ったんでしょうね。あ、ちょっとライトが体に当たりましたよ。正面に多分ライトが入ってちょっと目を切ってしまったというか、ボールの行方を見失ったかもしれません。見失ってですね、はい、グローブではなく体で取ったんじゃないかと思うんですよ。それをグラブで包み込んだというような形かもしれませんが、はい、まあ、当たりは非常にいい当たりでした。ヒット性の当たりで落ちていれば1点というところ。レフトの内川どうでしょう、スローモーションなど出ればちょっとそれを見てみたいとは思いますが、体で止めたような感じ、まあ、確かにちょっと打球をとライトがかぶった、あ、ちょっと指を指してますね。一応担架も出ますが、もう内川は立っています。大丈夫というジェスチャーをしました。まあ、あの息が詰まってね、息ができなかったんだと思いますよ、ちょうど水落ちのあたりですかね。しかしいい根性してますね、やっぱり内川は、はい、このプレー前に落下点に入ったんですが、あ、そうですね、ライトに入るんでした、はい、そこはちょうどね、キャッチはしたんですが体で受けてますよ、すごいね。そうですね、うん、しかしそれを落とさないという、ね、結局見えてないんで、はい、本当にあの勇気いりますよ。そうですよね、まあ、逆に言えば池田さん顔じゃなくてよかったですね。いや、良かったですよ、はい、ちょうど水落ちでしょうね、はい、できなくなったというか、大したもんですわ。大したもんですね。内川最後は必死でボールを包み込んで取りました。レフトフライで7対1。こういうワンサイドのゲームであれだけのプレーができるのはね、はい、やっぱりあのホークスはやっぱり諦めないというチームでね、明日から怖いですよ、はい、そういった意味では明日の試合というのは今日とは全く違う展開になる可能性もあるという試合です。7対1、カープが6点リードしています。